竹林の奥の方はまだバナナ葉もこんな状態なんですね。ここは昨日ムサリトルプリンスを掘り上げた跡地なんですが、そろそろ畑全体、ここだけじゃなくバナナが植わっているところ全体を見て、まだ1月の中旬に入りかかったところなんですが、小株調整が必要になっているバナナ苗たちがあるんですね。それで掘り上げたところはまあくぼみができていますから、あと土が柔らかくなっていますので植えるには都合いいだろうと思って、とりあえず本年最初のバナナ苗の植え付けを始めたところなんですね。まあ、このシャチのコンクリート区画は狭いものですから、中心になる株は1本だけで、あと小株が出てきたものは適当な時期に他に移植する。まあ、1本は必ず残しておくんですが、というようにしてあまり密植にならないように気をつけないといけないんですね。それで去年は島バナナが3株出来結実したんですが、時期が悪かったですから、まあきちんとした収穫にはつながらない挿し木状態みたいなことにして様子を見てるんですが、この島バナナとそちらの島バナナはだいぶ傾斜して、南向きに傾斜して、なんとか去年は出来しないで踏ん張ってくれたんですね。まあ、そちらの島バナナは巻き葉を出していますね。それでこの状態からしますと、こういうふうに遮形して、これから花茎がややカーブを切ってきますと出来が近くなりますので、もしかするとこの島バナナとこの島バナナは相当早めに、例えば4月、場合によっては4月に入るちょっと前ぐらいに出来する可能性がないではないんですね。まあ、とにかく踏ん張ってくれて、この寒い時期にまでに出来しないでくれたので助かってるんですが、これはちょっと傾きすぎなんですが、そこに擁壁のフェンスがありますので寄りかかれるとは思うんですね。相当傾くとは思うんですが、こちらは傾いていくとすると、私が伐採した竹を積み上げているところに倒れる可能性があるので、まあ、これから山道の方で土を不織布ポットに入れて持ってきて、株元をちょっとしっかりしてあげなきゃなと思ってるんですがね。まあとにかく最初はトカラ島バナナは芋苗を植え付けたものですから、いつ頃出来するように植え付けたらいいかという調整なしに来ていますので、これからというか今後ですね、今このように小株が出てきていますが、それらをのどれを残して、そしてどれを移植するか
ということをよく考えながらやっていって、出来時期の予測をしながら小株調整しないといけないなとは思ってるんですね。まあ、ここは霜の害はないので、あんまり寒さに強くないバナナを多めに植えて、それから耐寒性のあるものは平地の畑でもいけますので、場所によって品種を調整することも本年の課題にしているんですけれどもね。まあとりあえず1本目の植え付けが終わったところで、これからもう1本他の場所に、新年おかしいですが、新年のバナナ苗の植え付け作業を徐々にやっていこうと思っています。